よく人んちのベッドで寝るね。猫がいなきゃ寂しい男一人だよ。なんかさ、なるほど、これ女の子騙そうとしてないよ。はい、ここからは愛犬と旅する人と車を深掘る犬旅マニアのコーナーでーす。もう大好き。ねえ、ここに来ていいんですよね。癒されるよ。でね、僕思ったんですけど、うん、普段ギャーギャー言ってる土屋さんが、はい、このコーナーになるとね、いい人になるんですよ。確かにそうだ。犬大好きだから。確かにそうだよね。犬大好き。なんかね、ギャーギャー言われるんですよ。言われてみたらそうだった。ニコニコしてんだよね。犬大好き。ねえ、そうなんですよね。はい、で今回のゲストはですね、はい、グリーチャンネルのゆきたさんと愛犬のグリーくんです。はい、よろしくお願いします。グリーチャンネルって何ですか？YouTube チャンネルをやってまして、YouTube チャンネル、はい、その名前です。あ、はいはいはい、そしてゆきたさんが犬旅を楽しんでいる車がこちらになります。うん、はい、お、これランクルですか？うん、はい、プラドの、中期になります。はい、これも今ね大人気ですよね。あと綺麗にしてるな、うん、これ。確かに綺麗ですよね。昨日洗車してきました。あ、そう。そもそもなぜワンちゃんとの旅を始められたんですか？うん、はい、そうですね、やっぱりこう人間よりもどうしても長く生きることができないので、ワンちゃんはたくさんの思い出とか経験をさせてあげたいなという思いで、うん、旅を始めました。うん、年間どれぐらい行ってらっしゃるんですか？年間、まあ、20ぐらい行けたらいいなというペースで、はい、ということで月に2回。そうですね。どちらいらっしゃるんですか？東京の方に住んでまして、うん、はい、大体あの北関東あたりとかによく旅に行ってます。うん、1泊？大体1泊です。あ、はい、それこのワンちゃんと、はい、まあ、2人旅みたいな感じで。そうです、はい、でどこで泊まるんですか？あのキャンプ場とか、うん、大体 RV パークとか、うん、そういったところにいつも泊まってます。RV パーク行った時は車中泊するんですか？車中泊します。うん、はい、まあ、これ大きいからな、うんうん、これは寝やすいでしょう。ね、ね、だいぶ寝やすいと思う。ね、でかいですよ。はい、これはフルフラットになりそうだよ。なりそうですよね。うんうん、やっぱりあれですか、こう車で犬と旅する魅力っていうのはなんか格別なものがありますかね？はい、そうですね、うん、やっぱりワンちゃんがものすごい楽しそうにしてくれるので、うん、それを見れるのが幸せです。うん、この子は何歳ですか？今7歳です。おお、はい、種類は元気だ、元気。これワンちゃん犬種は？これトイプードルです。はい、なんかこのとこはこれなんかやってるんですか？え、特にはあの普通の状態で、ちょっと長いぐらいですかね、毛が。うん、なんか、うん、トイプーは毛が抜けないからいいんだよ。あ、そうなんですか？そうなんですか？ね、はい、よくご存知で。髪型はいいですよ。これ何でも聞いて。だってすごい抜けそうなのに。トイプーは抜けないの。ミニチュアダックスとか他の犬種はもううわーってこうさ、もうリビングからすごいんだけど、だから結構ね、トイプー飼う人って毛が抜けないからってね。はい、あ、そうか。だから家の中も綺麗なの。だから車の中も綺麗。あ、なね、ハードルが。車の中絶対綺麗だよ。トイプーを飼ってる人は。じゃあその綺麗そうだ愛車を見せていただこうと思うんですけど、ね、はい、愛犬に嬉しい車のポイント一つ挙げていただいているので、はい、見せてください。はい。はい、じゃあ行きます。はい。はい。快適に過ごせる車内環境。快適に過ごせる車内環境ということですね。なんか吉田さん優しそうだよね。はい、そうです、そうです。これどういうことですか？キャンプ場とか RV パークとか、まあ、遠出が多かったりいろんなこう環境が変わったりするので、うん、とにかく車の中はあの快適に安心して過ごせるようにっていうのを心がけて作ってます。なるほど、ね、絶対見てみたいと思います。ね、はい、そのポイントをね。ね、どれから見ればいいですか？じゃあ後ろから。後ろから。はい。リアゲートから。これ本当に綺麗にしてまた、タイムもまたね、いいタイヤ。これもありがとうございます。これ本当に山とか海とか行ってんの？行ってます、行ってます。あ、そう。このランクロプルダは、うん、なんか意外とね、一回り小さくて、そうなんですよ。乗りやすいですよね、うん、普通のランクルよりもね。普通の乗用車として乗りやすい。お願いします。行きます。はい、横開きだ。横開きだ。こっちから行きます。はい。こんな感じで。いいじゃん。かっこいい。かっこいいよ、ほら。これフルフラットなんだ。フルフラットでは実はなくて、うん、ちょっと段差があるんで、こんなのいいよね。下とかにこういろいろ埋めながら工夫して、なるほど、なるべくフラット。これテリーさんも俺も寝れるよ。割とちょっと平らですよね。ちょっと寝ていいですか？うん、あ、どうぞどうぞ。よく人んちのベッドで寝るね。このずずしい親父。いや、ありがとうございます。ほら、あ、いかがでしょう。あ、いいじゃんね。あ、寝れる、ね、寝れる。でね、やっぱりね、生田さんはセンスがいいから、はい、例えばこういうものを置いてるじゃないですか、はい、ほら、こういうのね、うん、でこれすごいね。あ、そうですね、なるべくちょっと火を使わないように安全に気をつけて、うん、これで辛ラーメン作ってんの？あ、そうです。
え、なんで分かった？死んだ飴の匂いがする。本当？本当に？そんなに鼻いいの？どれ？すごい死んだ飴の匂いがする。でもラーメンに本当ですよ、本当に死んだ飴、うんうん、今日も持ってきてます。あ、そう、はい、辛ラーメン仲間だ。すごい辛ラーメン仲間、俺食べたことないんですけど、俺んち辛ラーメン切れたことないよ。マジか。でもさ、それあんまり自慢なんだよ。自慢じゃない。そうだけどさ、こういう小物がさ、おしゃれ、調味料とかがもうおしゃれだもん。こういうのって俺よくわかんないんだけど、うん、どこで売ってるんですか？さあ、ドンキ、ドンキホーテ、ドンキとか、まあ、大体ネットで注文してって感じです。ドンキホーテも売ってるよね。売ってる売ってる、全然。辛ラーメンはドンキホーテ売ってますよね。売ってる売ってる売ってる。どうし、食べよう。これロウソク、ロウソク、あら、かわいい。これロウソクなの？そうですね、なんかちょっと LED ライトで。なんかさ、なるほど、これ女の子騙そうとしてないよ。なんかこれ、なんかさ、これちょっとなんか女の子のさ、くどくアイテムになってないで、これ絶対女の子見たら可愛いって言うじゃない。俺は可愛いんだよっつって。してない？いや、もう子供がいるんでちっちゃい。あ、結婚してるの？結婚してます。あ、そうなんだ。嫁は何してんの？じゃあは何も特には。いやいやいや、こう旅行に行くじゃない、一泊とか。はい、その時嫁ははお家で。あ、留守番。一緒には行かないんですね。一緒には、そうですね、まだ子供がちょっとまだ生まれてます。いやいや、この子供の整理してるけど。一人旅の好きなんでしょ。はい、そうだよね。何が子供だとか言ってるけどさ。子供の整理じゃないよ。でもね、分かるよ、あの奥さんと仲良くするっていうのも、一つのこれをすることによって、はい、逆に奥さんと仲良くなるっていうね。いや、そうなんです、うん、それあるよね。あります、めちゃめちゃ。なんかさ、24時間いるね、そういう24時間さ、奥様っているっていう人もいるけど、うん、一人旅してきて、ちょっと心の中ですまないなとかさ、ね、自分だけいい思いしてってのあって、多分奥さん見てこれ怒りますよ。あんただけ何いい思いしてんのよってさ。よく言われます。言われるね。自分で旅してる。ゆうたさんは仕事何してんですか？うん、仕事はあの YouTube と。だけで食ってんの？あとはあのちょっと動画を作ったりする仕事を、うん、制作の仕事を。制作？はい。偉いね。はぁ。大したもんだ。です。いや、これなんか、これわかる。これ一人旅いいよ。うん、なんか このさ、キャパはなんかワクワクするよね。ありがとうございます。ワンコと二人でこう寝てるのいいよ、これ。かっこいいですもん。これってさ、うん、ワンコがいないとどうなんの？ワンちゃんいないと。ワンコがいなきゃ寂しい男一人だよ。俺、うちワンちゃんいないじゃん。そうすると、それどうなんの？これいない時だってあるでしょ？いや、まあ、常に基本は連れて行ってます。いや、いるでしょ。いや、だからこれ連れて行くってことは、奥さんは寂しいわけじゃん。まあ、奥さんは別の楽しみがあるかもしれない。いやいや、ねえ、まあ、赤ちゃんいるから。そうそう、ありがとうですよ、これ。好きなことやってキャンプに行って騙してる。ねえ、男前だからさ。いや絶対モテるよ。人気 YouTuber だからさ。俺だよ、ゆきただよって。今どこどこにいるぜみたいな。やってんでしょ。全くやってない。なんで俺たちこんなに攻めてんの。せっかく来てくれてる。でも普通にかっこいいです、めちゃくちゃ。めちゃくちゃかっこいいです。これはちょっとね、いい、ね、まあ、みんなが羨ましいってね。もう一つポイント、ほら、ちょっとこれ見てください、こういうね、ほら、ね、これはね、あの、それこそ寒さね、冬にもなるし、あとは防寒っていうかね、中でパンツいっちゃっても見られるしさ。ほんで、そういうことだよね。はい、めちゃめちゃ目隠しでも。目隠しだよ。これはいいわ。こういうのってのは、もうちょっとキャンプ場で売ってるわけですよ。キャンプってはそういう。そうですね、車用で。プラド用とか多分ね、行きますよね。はい、プラダいいね。うん、プラダいい、ね。ありがとうございます。で、ほら、今の新車のプラダは高いけども、そういうこと2つ分ぐらい下がると、どれが350万ぐらいで買えるのかな。ね、おっしゃる通りです。大体そんな感じ。そうだよね。2個。そう、僕はほら、中古に関して詳しいから。だから大体350万ぐらいで買えるから。いや、プラダいいわ。いいんですよ。で、丈夫だし。どうでした今日の。いや、いいですよ。だってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。いいよね。憧れちゃう。ね、多分でもね、今日こうやってね、しらっとしたから、はいはい、テレビ出てるけど、奥さん怒ってますよ。怒んないよ。もうちょっと赤ちゃんが大きくなったらご家族でね、で一緒に行っていただいて。そうですね。はい。ね、奥さんは多分ね、温泉の方がいいと思ってますよ。あ、それはそれはそう、温泉の方がいい。温泉でね、うまいもの食べたいと思ってますよ。はい、というわけで、生田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか。はい。はい。この度、アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか、働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。